にちは。こんばんは。一部の続きをやっていきたいと思います。今は週刊ヤングジャンプのネットサイン会をしています。一部の15冊券買っていただいた方のサインを始めてます。またあったねまたあったね。ちょっと横の毛がちょっとさっき下向いた時あれだったからかけてみました。じゃあ始めていきます。ごちそうさん、はい、哲夫さんありがとう。さっきコメントでアーカイブ載せてくださった、違う、アーカイブ載せた時にコメントを見たんですけど、なんかカメラ位置でなんかサイン書いてる時につむじしか見えないって書いてあったので、ちょっと低くしていただきました。つむじだけではないはず、きっとだったらいいな。次はゆうじさん、はい、ゆうじさんありがとう。あ、哲夫さんありがとうございます。ぜひいろんなコメントください。で餃子食べに行きまする。あ、餃子食べたくなっちゃったかな、さっき餃子の話したから。次、ヤンヤさん、ちょこちょこ見てみた。はい、ヤンヤさんありがとうございます。ぜひ質問とかあれば答えていきながら書いていきたいなと思ってるので、ぜひください。今度沖縄来て、沖縄また行きたいな、行けるようになったら。次はフミーラさん、フミーラさん、こんばんは。背筋がいいよく言っていただけるんですよね。フミーラさんありがとうございます。お姉ちゃんいますか？お姉ちゃんはいません、一人っ子です。次はいつ髪切りますか？え、決めてないけど、あ、でももうすぐ、もうすぐじゃないか来週ぐらいかな あ、ただお姉ちゃんの方になりました、ありがとうございます。大チキ、大チキっていっぱい送ってくれる、嬉しい。奥広さん、はい、奥広さんありがとう。お疲れ様です、お疲れ様です。自分も一人っ子です、一生。明日さやかいそうなんです、見てください。そうなんです、私は右利きです。右利き、下園さんとこういうアクションしたいねとか、この前のあのアクションすごいかっこよかったですとかいう話をします。次はアッキーさん、ありがとうございます。最近2頭目の犬飼って、おてんばでてんてこめ、絶対かわいい。疲れ止まりすぎるテンションがおかしくなる現象って何で起きるんでしょうか？わかる、私も疲れが溜まってる時すっごいテンション高い、深夜とか。
次はすずちゃん。すずちゃん。はい、すずちゃん、ありがとう。みおちゃんの笑顔めっちゃ好きです。ありがとう。こんばんは。私はお兄ちゃんが2人います。いいなお兄ちゃん。憧れお兄ちゃん。あ、ゆうとアットマークいちごちゃん。2冊ありがとうございます。ゆうとアットマークいちごちゃん、ありがとうございます。ん、日曜昼まで寝る前なので録画して楽しみますっていただきますね。ぜひ見てください。息子がキラメイジャーにハマりました。嬉しい、ありがとうございます。あ、LDK 見てくださったんですね。ありがとうございます。みゆちゃんのサイン会終わったらご飯食べよう。お腹空いたら食べてくださいね、皆さん。次はみやっちさん。いろんなのさせてもらってたけど、プール、英語、ピアノ、エレクトーン、あと日本舞踊でしょ、あとドラムぐらい、このぐらい、まあ、塾行ったりとかのぐらいかな。ダンスとかもやってたの。ダンス苦手なんですけどね、やってたの。一は次はトールさん。人に教える仕事してます。頑張れ、すごい。運動苦手な僕に一言。え、一緒です、頑張りましょう。運動苦手一緒です。リボンかわいい、嬉しい。私服です。今日は私は右利きです。あの頭皮までかわいいってすごい嬉しい、本当に。これちょっと秋っぽくしてみました。新しい服で、今日はね、あのコスメも、コスメっていうかお化粧自分でしてるんですけど、新しい化粧品を使ってみました。次はしそさん。しそさん、ありがとう。お兄ちゃんになってくれるんですか、嬉しい。あ、お母さんからコメント来てる。お母さんからコメント来てた。あ、フェイヨンさん、発音合ってるか。ありがとう。こんにちは、マレーシア。お腹先に、ね、空いてたんだけど、あの食べてきた。
バーって。前島さん。はい、前島さんありがとう。なんかさっきのよりもここのやっぱ横毛ない方がいいのかなって思ってきた。そうですね、結構習い事やってたんですねやってたんですねっていうかやってました。そう、色がね、秋イメージにして。あ、イヤリングありがとうございます。これも新しい、全身今日新しい、このために新しく買ってきた。そう、本当のお母さんが着てた。マジ母です、ね。サイン変えなくてかな、ん、悲しいかな、悲しい、うん。はい、じゃあ次は恭平さん。恭平さん、はい、恭平さんありがとう。いつも応援してます、ありがとうございます。お昼はオムライス食べました。今日はお洋服のテーマ秋秋。次はリュウジンさん。リュウジンさん、リュウジンさん、リュウジンさん強そう。リュウジンさん、リュウジンさんありがとう。次はマッカチンさん。マッカチンさん、はい、マッカチンさんありがとうございます。カルボナーラの調子はどう？あんまり良くない、良くないというか、あれから作れてないのであれですね。うまくなりたいな。キャラ的にはカノンとキラメイピンクどっちが近いかな、まあ、本当に近いのはカノンちゃんの方で、理想はさよさんかな。次はイエティさん。ユーティーさんありがとうございます。新しい化粧品ってどんなコスメ？下地とクッションファンデと、あとリップですね。リップ今ここにあるので紹介しますね。次はシモンさん。クッションファンデもね持ってるんだけど今ここにないから。はい、シモンさんありがとうございます。ヤンちゃんと同じ髪型ですか？そうなんです、さっきね話したんですけど同じ髪型にしてきました気づいてくれた。次は MK さん。 MK さんって私と同じだ。はい、 MK さんありがとうございます。アーカイブは残ります、残します。さっきと同じ感じ。好きなお笑い芸人はいますか？そうなんですよね、すごいお笑い好きなんですけど、
選べない。宮川大輔さんとか、あとはロバート秋山さんとか好き。でも基本的お笑いはすごい好きです。次はゆうへいさん。ゆうへいさん、ありがとうございます。ラジオでいろんな芸人さんとお仕事させていただくことになって、お仕事するようになってから、よりすごい見るようになりましたね。次はワッキーさん。ワッキーさん、ありがとう。コロチキさんの YouTube チャンネル見たことないかも、見てみよう。次は宮本剛さん。宮本剛さん、ありがとうございます。明日のきらめいちゃん楽しみ。いやー、もう本当にみんなでずっと楽しみって言ってる。アフレコをやってる時もすごいうわーって思い出して、ちょっと感慨深くなっちゃった。次はジックさん。ありがとうございます。さよねえってキラメイジャーの裏ボスですね。そんなことないよ。でも怒らすと怖いです。アポーペン、パイナポーペン小坂さん、ピコタボスですね。次はゲンコツさん。ゲンコツさん、ありがとうございます。娘がキラメイピンクって大騒ぎです。キラメイピンクです、ありがとう。明日もキラメイちゃん見てね。次がカツオさん。カツオさん、はい、カツオさん、ありがとうございます。小坂さん、プロデューサーさんですもんね、ピコ太郎さんの。プロデューサーさんとお仕事させていただいているので。次はお米さん。なんか美味しそうな名前が続きますね。カツオさんのお米さん。お腹空いたの。はい、お米さん、ありがとうございます。キラメイメンバーの中で面白い人誰ですか？みんな面白い。みんな面白いんだよな。なんかみんなそれぞれ違う面白さがありますね。ちょっと待ってね。次は葵さん。なんかリオちゃんとアトムくんはなんか天然の面白さ。葵さん、ありがとうございます。でるいくんはなんかもう、るいくんなんだろう、なんかやってることがすごい面白い。結構面白いと思う。なんか笑いのツボが同じなので、なんか面白いなと思う。こうちゃんはこうちゃんですごい頭がいいから、なんか頭の
いい人のなんか面白さだなってすごい感じますね。次は美徳さん。ありがとうございます。ハンバーグとカルボナーラどっちが好きですか？ハンバーグ。リオちゃんってみんなリオちゃんって呼んでるんですよ。メンバーとかもみんなリオちゃんって呼んでる。エビケンさん、さっきエビフライ食べた。エビケンさんありがとうございます。ブルー天然。そうなんですよ、お兄ちゃん天然なんですよ。アトム兄ちゃん。次はシロウさん。私もいつか直接サイン会でとかしたいですね。お会いしたいな早く。次はゴーちゃん。はい、ゴーちゃんありがとうございます。ゆめちゃんとはプライベートでも遊びますか？遊びます、会います。次がもりもりさん。もりもりさん、はい、もりもりさんありがとうございます。元鷹さんありがとうございます。今日誕生日なんです。一言いただけますか？あ、たけしさんお誕生日おめでとうございます。おめでとう。次は千尋さん。はい、千尋さんありがとうございます。入ってきます。いってらっしゃい。ゆめちゃんとゆめりんとね、でもあんまりお出かけできてないかな。次は直樹さん。お泊まりとかはするけど、直樹さんありがとうございます。役作りで一緒の勉強しましたか？しました。結構映像とか、あとお医者さんの用語とか、ありがとうございます。自分も昨日誕生日でした。お誕生日おめでとう。次はこうちゃんです。こうちゃん
名前呼んでいただいてありがとうございます。どなただろう。キラメイピンクが一番好き。ありがとう、嬉しい。頑張れる。次はジンさん。ジンさん、ありがとうございます。ウィンクできてるかな。ウィンク。次はひさなおさん。ありがとう。さよさんとのギャップがまたいまいまです。そうですね、さよさんと全然違うかも。マサさん、マサさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ウィンク可愛すぎてやっべーぞ、嬉しい。でもウィンク苦手なんだよな。右利きなんです、実は。反転してるからかな。言ってみたいこと、いろんな勉強したいですね。こんにちは。こんにちは。スクショタイム、あ、じゃあ最後スクショタイムやりますね。これ終わったら。次はケイさん。ケイさん、ありがとうございます。戦隊史上一番の推し、嬉しい、ありがとう。栗ご飯好きです。美味しいですよね。次はたくみさん。はい、たくみさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。次はマッスーさん。はい、マッスーさん、ありがとうございます。少しお痩せになりましたか。でも、キラメイが始まる頃よりはちょっと痩せたかもしれないですね。でもそれみんな言ってる、メンバーみんなやってる。と川上のりやさん、はい、川上のりやさん、ありがとうございます。ピンク姉さん、ピンク姉さんです。こんばんは。大輔と綾太が毎週見てます、ありがとう。ドキがまねまね。みっつーさん、
さん、ありがとうございます。サインパネルどこに飾ったらいいか、どこがいいかな、机の上がいいと思います。机の上。ひろみくん就活頑張れ。次はまるちゃん。まるちゃんは はい、まるちゃんありがとうございます。かわいい、ありがとう、ありがとうございます。頑張ります。よかった。次はモッツさん、はい、モッツさん、ありがとうございます。仕事なので行きますね。あー、頑張ってください。ありがとう、来てくれて。と、次はカラーさん。カラーさん、ありがとうございます。4連休ずっと部活頑張って。と、次はですね、冬木さん。あ、一部が終わりましたので、じゃあちょっと今日のリップとスクショタイムをしたいと思います。あと何かちょっと質問あったらちょこっとだけお答えしたいと思います。今日のリップはこれです。こちら、イヴ・サンローランのルージュ・ボリュプテ・シャインの89番。こんな色。ちょうどこのなんか服と似た感じのカラーです。ほら、なんか深いローズ系の色なんですけど、あのそんなに濃すぎずいい感じの透け感です。なのでおすすめ、こんな色です。今日これしか出てない。でも何しますか？何しようかな。キングダム見ました。お仕事頑張ってください。ファイトファイト。どうしようかな。散歩におすすめの曲なんだろう。散歩におすすめの曲、ジブリじゃないですか、やっぱり散歩。スクショタイムします、どうしよう。ウィンクリベンジ、ウィンクリベンジする。こんな感じかな。こんな感じで、じゃあ一部は終了でです。次は8時からですか。20時から2部が始まりますので、皆さんまたもしよかったら見に来てください。なんかあの質問とかあったら書きながら答えられるものは答えていくので、ぜひ質問とかなんかリクエストとかあったら
ぜひ送ってください。それでは一部終了します。来てくれてありがとうございました。アーカイブ残します。バイバーイ。